はい、いいですか。はい、それでは、私の方から、簡単にブリーフをしたいと思いますが、民主党と維新の党の選挙関係調整会議の第1回を開催をさせていただきました。本日決まったことはですね、この間基本的な政策合意ができて、統一会派の結成で合意して、通常国会が統一会派で、我々臨むわけでありますけれども、今後選挙におきましても両党の結集を視野に、国政選挙において相互に協力をして自公与党勢力に対抗するということが第1点であります。で、第2点目として来年夏の参院選挙におきまして候補者の一本化を図るとともに政策理念を共有する幅広い野党勢力の協力結集を目指すと、この間も統一会派を作る際にですね、そういった議論がなされたわけでありますけれども、ある意味同じことを申し上げているということでもあります。3点目は衆参のダブル選挙も想定をし、衆議院選挙の候補者の早期擁立に共に取り組むと、共に小選挙区の候補者の一本化を図るということであります。最後に両党を中心に協力体制を構築をして、まず一番先に来る選挙である衆議院の北海道の5区の補選について維新の党も含めてですね、支援してもらって勝利を目指すということを確認をしたということでございます。以上です。何かあれば、次回の開催日程はまだ未定でありますけれども、基本的には選対委員長同士で荒ごなしをしながらですね、時々幹事長も含めたこの選挙関係の調整会議を開きたいというふうに思います。はい、どうぞ。共同通信へとです、はい。維新の方はまだ公認の選挙区、選挙区の公認の発表はしてないと思うんですけれども、新潟、山形、愛知はですね、参議院の支部長がいまして、出馬は、なんていうか、出馬も想定されるところなんですけれども、すでにその 3つは、その中には民主がすでに公認発表しているところもあります。そういう場合、その維新の方が引くっていう形になるんでしょうか。必ずしもそうじゃないけども、その今言った3つの中では、1つはすでに調整が終わって、我々のところからは出ないと。違う党から出る可能性はありますけどね、そういう人もいます。それとあともう一つは山形の方は、これはやっぱり勝てる候補で やらなきゃいけませんからね、そういうことを頭に入れながら今調整中と。そして、新潟についても同じことであります。はい、先ほど通信で申しますが、この調整会議には選挙公約もこの協議の対象になってくるんでしょうか。現時点はですね、そのことは考えておりませんが、いずれ、政策の方の調整会議がございますので、そちらも含めて、もしかしたら一緒に、この会議で、合同会議のような形で扱うことになるのかどうか、それはこれからの検討だと思います。基本的にはやはり候補者の擁立の一本化を図るのが特にここに課せられた命題かなと思っています。もうすでにおっしゃったように参議院の1人区の選挙区などで、バッティングが生じてますので、現実的には
私と松木さんの方で調整を始めてます。今松木さんからお話があったように、要は勝てる候補で戦うということですし、愛知の2人目なども含めてですね、今松木さんが少し触れてくれましたけれども、これもまた調整を始めている。1人区に限らずですね、そういうことで互いにしっかりと意思疎通を図って候補者を決めているというふうにしたいと思います。すいません、はい、産経新聞の松木と申します。はい、松木委員長にお伺いします。北海道の2人目なんですが、先生ご地元でも、参議院ですか、はい、地元でもありますけれども、お考えというのは2人目についてございますでしょうか。そうですね、このところずっと私頑張ってお二人ぐらいに声かけたんですけども、残念ながら、それが不調に終わったということで、今、民主党の方々、大臣の皆さんみんなと共にですね、もう一度ちょっと仕切り直しをしているというところですね。でも二人目はみんなで協力して立てるということで、内合意をしてますので、民主党、維新の党、新党第一、3党を中心に2人目を出すというふうにしています。はい、どうぞ。日経新聞の皆さん、はい、確認なんですけども、この候補者の一本化を図るというその意味合いなんですが、はい、それというのは 衆院の小選挙区、はい、あと参院の一人区で、はい、必ずバッティングしない全選挙区で一人に絞ると、はい、そういう意味合いで理解してよろしいですか。そうですね、絞りたいと思います。衆議院も含めてバラバラでやると勝てないですよね。小屋的に福祉党です。ダブル戦という言及もあったんですけれども、一時期に比べるとダブル戦という言葉自体がちょっとこう、報道でも出てな、だいぶ、そういう言葉が出る機会が少なくなってきたとは思うんですけれども、やっぱりダブル戦というのを想定しなきゃいかんという、そういう認識で一致したということでしょうか。そういう認識です。で、そういう認識で進めた方が候補者の擁立も早く進みますので、幸いそういう発言が与党の幹部から相次いだことを受けて、まさにこれ幸いで、候補者も腹を固めやすくなっているので、これを活用させていただいて、私と松木さんで先ほど話をしていたのは幹事長も入れてですね、ゴールデンウィークまでに民主党と維新の党合わせて200人を超える候補者を現職含めてありますけれども作ろうではないかということを内々話し合うということです。衆議院の小選挙区の候補、衆議院の小選挙区、小選挙区、小選挙区、衆議院の場合は常在戦場ですからね、いつ選挙があってもおかしくないということですから、ただね、選挙やれば700億とか800億とかかかるんだから、それは政権与党が考えることですね。すみません、どうぞ。NHK 聞こえます。はい、衆議院についてはゴールデンウィークをめどにというお話でしたけれども、参議院については何か今日は。参議院はもうとにかく、できるだけ早く立てていかないと時間がないので、民主党の年内最後の上巻の時も申し上げましたけれども、やはり1月30日に民主党の党大会がありますので、その時までに代替にしたいなと思っていますし、ただどうしてもいくつかだけね、数千局が残ると思いますけれど、それもやはり3月いっぱいくらいは僕と全て仕上げたいな。当然その時には維新の党と連携を取って話し合いながら最後決めていきたいというふうに考えています。それも今日の会談の中で何かこう一致した点になるんでしょうか。いや、期限を今具体的に3月末とかということを申し上げたことは会議の中ではありません。最後も一つ、すみません、
今日はまあ民主と維新という枠組みではあるんですけれども、やっぱり参院選に関して言うとですね、他の野党、共産とか社民とか生活とかそういった党も含めてやっぱり野党が一本化すべきという認識でやっぱりいらっしゃるし、そういうところとも何らかのこう足並みが揃えればというやっぱりお気持ちではいらっしゃるということでしょうか。まずはやっぱり民主党と維新の党だと思うんですね。でそこに、新党第一とか社民とか生活とかということで、できるだけ幅広い勢力結集が必要だという認識は基本的に持っています。基本は今申し上げた政党などとの連携がまず基本ではないかと思います。衆議院なんか割れてしまったら勝てないわけだから、一対一の戦いに持ち込むというのは何より大切なんですよ、ね。はい、いいですか。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。